皆さんこんにちは、こんばんは、ズバスナオトです。今回はランプの戦略をやっていきます。でこの前ガチャで当てた竜の女王の爪を使って周回していきます。でモンスターの属性によって女王の吐息の闇と熱が切り替わります。でいきなりスキル2つあるんですけど、エナジーフローはオフで竜の心はオンにしてます。で左側のパーティー構成を見てわかると思うんですけど、一応レベリングパーティーにしてます。で本当だったらね、ゴッドハンド魔剣士を1人入れて主人公にして、それでセティアコンで必中効果必中にして雷鳴の剣にした方がいいんですけど、今回はやっぱレベリングパーティーもある、レベリングパーティーでやってるので、とりあえず、主人公もレベリングの忍者にして、でもう違うキャラに魔剣士にしてます。でまあ結構この構成だと結構戦いづらいんですよね、やっぱ大神官あたりがいてくれると結構やりやすいんですけど、ただ今回は炎月輪は装備させてません。なのであの必中効果にできてるのは主人公の忍者だけなんで、なんでまあ結構ミスったりもするんで、それはね多めに見てください。でまあ開幕だいたい素早さ調整でしてるのが、女王の爪のキャラが一番素早さが速いです。でその後に魔剣士が動くような感じですね。でその後その次に守り人で、最後にブレアの槍の忍者が動くようになってます。ただやっぱり結構ギリギリの素早さ調整なんで、まあ守り人より先に忍者が動いたりしてしまう場合もあるので、まあ、そこはね結構難しいんですけど、まあどうしてもね、ブレアの槍が最後にした方が消滅まで、アイサンさんで消滅まで持っていける可能性があるので、そういう風にしてます。で魔剣士もね結構難しかったんですね、構成が。あんま会心盛りにすると今度素早さが遅くなってしまうし、なんで本当はねレティスのとこをトロルキングにすればもう少しね会心盛りになってよかったんですけど、ただそうすると素早さがちょっと遅くなってってしまうんですよね。そこが結構難しくて、まあ結局レティスにしました。でマッスルアニマルもね素早さ速いんですよね結構、で会心も取れるので一応マッスルアニマルにしてます。このマッスルアニマルは獣系へのダメージあるんで、これ昼間だとゴールドオークに刺さるんですよね、なんで結構難しいんですよねやっぱり、ランプの戦力王って属性がバラバラで耐性も結構多いので、そうするとどうしてもその使う武器や心が結構難しいんですよね。まあ本当はね炎月輪入れて、炎月輪を入れることによって素早さはねかなり調整しやすくなるので、それが良かったんですよね本当は。素早さプラス、まあ最初に開封のボレロをやればその後のキャラ全員必中効果になるんで、それもねかなりいいんですけど、ただ自宅で周回する際に炎月輪も大事なんですけど、このセティアコンも大事なんですよね。これを最初に攻撃、サキューバスウィンクで攻撃することによっ
って全体の MP 回復が取れるので、これが自宅周回で結構大事なんですよね。なんでセティアコーンをちょっと外せなかったな。ここを円月輪にしてしまうと、敵にそのモンスターの出現するモンスターによっては、一旦で倒せない場合が出てしまうので、まあ円月輪ない状態でも誰かが攻撃ミスったりすると、まあそれでまあ2ターンになったりしてしまうんですよね。まあそこ結構難しいんですけど、まあとりあえずまあ自分レベリングパーティーにしてるんで、そこを、ガチパにはしてないので、まあガチパにすればね、もう少し、火力とまあスリーパンぐらいでいけるとは思うんですけど、まあレベリングパーティーなんで、まあちょっとまあしょうがないのかな。まあこの人面獣に関してはもうどうしようもどうしようもないですね。まあ吹き飛ばしてもらうが一番ですね。まあ実際自分この女王の爪使う前のパーティーっていうのは円月輪のキャラが先制で動いて、で必中効果にして、その後雷鳴とセティアコンと最後ブレアの槍で消滅まで持っていくっていう感じでやってたんで、安定感はそっちなのかな。そっちのパーティーでやった方が安定感はあります。ただこっちの方が女王の爪で先制で吹き飛ばしとかが出ると、後のキャラの攻撃がそこまで入らなくても倒しやすいっていうのがあります。まあ難しいですね、ここに関しては。雷鳴の剣も回心盛りにした方がいいのか、デインとドルマに分けた方がいいのか、結構悩んでやってはいるんですけど、まあとりあえず主人公のキャラが雷鳴の剣だったら一番いいんですけど、今はまあレベリングパーティーで違うキャラが雷鳴なんで、まあ、ミスってしまうことも結構あるので、まあここに関してはまあしょうがないかな。とりあえずレベリングパーティーなんで、主人公がカンストすれば好きな、職業に転職してマゴットアンドマケンシにして、セティアコンで必中に刺して雷鳴の剣でっていう感じに、ゆくゆくはねそうしていきたいんで、それまではまあしょうがないかなって思ってます。だから女王の爪、まあ女王の爪のキャラを入れなくてもまあいいのかなってちょっと思ってます。まあレベリングパーティーだからしょうがねえ、しょうがない。まあ忍者2人いるとね、影縫いも入りやすいし、まあそこはね結構助かりますね。まああとはレベリングをとりあえずランプの戦利口でがっつりやっていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。